皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は米国、英国と新しい軍事協定、オーカスを結成したオーストラリアが米国から原潜の技術を移転されるってことで、米国に原潜の売却や核燃料の提供を依頼してきた韓国は面白いはずもなく、米国の協力がなくても原潜の建造は可能で、米国以外の国から燃料を確保すれば韓国も原潜保有国になれるって話と、オーストラリアと潜水艦の建造契約を結んでいたフランスが今回の協定でそれを破棄されたため、怒り狂ってるってニュースを続けて紹介するね。韓国は原潜保有国になれるかってことなんだけど、ドサンアンチャン補給のバッチ山で原潜を建造することを決定しているし、昔から原潜建造のための研究を進めているのは秘密でもなんでもない話だからね。米韓原子力協定で核の兵器利用を制限されている韓国だけど、米国と無関係の国から核燃料を購入すれば問題ないって言ってるので、どうせロシアの設計図で原潜用の小型原子炉を作ってることだし、ヒグマ事業の一環として核燃料でも譲ってもらったら良いんじゃないのかな？それじゃ、ニュースを確認していきましょう。私たちも原子力潜水艦国になることができるか。核燃料調達解決時に可能。米国と英国政府は、オーストラリアと一緒に新しい安全保障アライアンス、オーカスを結成し、オーストラリアに原子力潜水艦技術を移転することで合意したことを受け、韓国政府も関連動向を注視する雰囲気だ。米政府はこれまで、原子力潜水艦は兵器への転用が可能な高濃縮ウランが使用されるという理由で、関連技術の海外移転を原則的に禁止してきたからである。米国側は今回の決定と関連して、一度の例外という点を強調しているが、韓国政府もこれまで水面下で潜水艦に原子力推進システムを導入するための研究を行っており、今回の件に関心を持たざるを得ない事情がある。17日、複数の情報筋によると、韓国政府と軍当局は、現在、私たちが持っている技術力でも、原子力潜水艦を十分に建造することができる、と見ている。軍当局は、ノムヒョン前大統領在任時代だった2003年には、原子力潜水艦の導入、開発計画を立てたこともあった。原子力潜水艦、SSN、は、原子炉を推進動力とする潜水艦を意味する言葉だ。原子力潜水艦といっても、必ずしも核兵器を搭載するものではないという話だ。先月釜山に入港していた英国海軍の潜水艦、アートフル、も原子力潜水艦だが、核兵器は搭載されていない。大陸間弾道ミサイル、ICBM、のような核兵器を積んだ原子力潜水艦は、戦略ミサイル原子力潜水艦、SSBN、と呼ぶ。韓国政府は、ムンジェイン大統領就任後も原子力潜水艦関連の研究を続けてきたことが知られている。こうした中、軍の内外では現在進行中の3000トン級の海軍潜水艦、チャンボ5、3、バッチ1、と、3600トン級潜水艦、チャンボ5、3、バッチ2、導入事業に続く、4000トン、チャンボ5、3、バッチ3、事業では、原子力推進システムが正式に採用される可能性があるという観測が出ている状況である。消息筋は、1200トン級チャンボ5、1から始まった韓国型潜水艦事業を通じて、潜水艦設計、建造に必要な技術が継続して蓄積されてきた、とし、原子力潜水艦の導入は、実質的に原子炉と核燃料調達をどうするか程度が残っていると見ればよい、と伝えた。韓国軍が独自に原子力潜水艦の設計、建造に乗り出す場合、原子炉は韓国原子力研究院で研究してきた。韓国型原子炉、スマート、がベースになる可能性が大きい。スマート原子炉は1990年代初め、
旧ソ連崩壊の過程で、ロシアから購入した潜水艦用原子炉の設計を元にしている。このような中、一部では、核物質の軍事的利用を禁止した韓米原子力協定のために、韓国は原子力潜水艦を保有、運用することができない、という主張も提起されているが、原子力協定は、米国からの関連技術の移転に関するものだけで、米国以外からの導入、あるいは純粋な国内技術で開発するなら問題はない、という反論も提起される。キム・ヨンジュン前国家安保室第二次長も昨年7月にマスコミのインタビューで、韓米原子力協定と原子力推進潜水艦は完全に独立しており、全く関連性がない、という立場を明らかにしたことがある。現在韓国では、韓米原子力協定に基づいて、米国製ウランを 20% までしか濃縮することができず、米国製ウランを兵器に使用することはできない。これに対して消息筋は、米国の原子力潜水艦は、90% 以上の高濃縮ウランを使用するが、低濃縮ウランでも原子炉を回すのは可能である。高濃縮ウランとは異なり、交換サイクルが必要なだけ、とし、核燃料調達の問題を解決した場合、韓国が原潜保有国となることも全く不可能なことではない、と伝えた。オーコス原潜協力、怒り浸透のフランス、バイデン政権は、まるでトランプ。フランスのルドリアン外相は16日、オーストラリアが次期潜水艦をめぐって、米英と技術協力で合意し、フランスとの開発計画を破棄したことについて、背中から刺された、裏切られた、と怒りをあらわにした。バイデン政権に対しても、一方的で乱暴な決断、まるでトランプ前大統領のようだ、と非難した。ルドリアン氏の発言は、フランスラジオのインタビューでのもの。米英豪の合意はバイデン米大統領の宣言で突然知らされたとした上で、同盟国の間で行うべきことではない。インド太平洋の連携が必要なのに、耐え難い行為だ、と述べた。不都合が2016年に結んだ合意に基づき、23年には最初の潜水艦が建造される予定だった、と明らかにした。豪州に対し、これで終わりではない、として、契約破棄について説明を求める考えを示した。ルドリアン氏の発言に先立ち、フランス政府は16日に声明を出し、インド太平洋で米国が同盟国であるフランスを押しのけたと位置づけ、一貫性がなく、遺憾でしかない、と非難。米国に依存せず、欧州独自の安全保障を構築する必要性を再認識させたとしている。フランスはターンブル豪政権との間で、潜水艦開発をめぐって推計約310億ユーロ、約4兆円の契約締結に合意したが、計画の遅れで経費が膨張し、豪州では見直しを求める声が出ていた。フランスは18年、欧州で最初にインド太平洋戦略を発表。日米豪などとの共同演習に参加してきた。ってことで、フランスがオーストラリアと契約した、ショートフィンバラクーダ。って、フランスの原潜、シュフラン級、の通常動力型だったんで、韓国はシュフラン級をフランスから導入するって手もありなんじゃないのかな？国としてどれだけ信頼されているかって面で、韓国はオーストラリアと差を見せつけられたわけなんだけど、フランスなら金になるんだから韓国にでも売ってくれるんじゃないのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。